こんにちは、翔です。今回はですね、前回からの引き続きで、リアサスのロングストローク化ということで今回走行編、やってみます。でグラスホッパーの方はですね、59話で、手を入れたロングストローク仕様そのままですね。でリアダンパーの方は、300番オイルと、CVA ダンパー純正のソフトっていうスプリングを、組んでます。今回もですね、大分県大分市にある RC サーキット大黒屋さんの方で、お世話になります。路面の状況は、完全なドライ状態ですね。でもこれいきなりなんですけど、多分誰が動かしても分かるぐらいですね、変わってきてますね、リアの動きが。この辺の縦の跳ね具合っていうか、あのギャップの追従性がかなり良くなってる感じがします。あの辺もですね、本当初めて走った頃は前転で1回転しちゃうような、そんなぐらいケツが跳ねてたんですけどね。で、とりあえず今回の基準ということで、この状態での、ベストですね、16秒374ということで、これを基準に、ちょっと、またセッティング変えながらですねやってみます。で、ちょっと走らせながらチェックしてたんですけど、ちょっとリアタイヤ内側の接着がですねかなりやばそうな感じで、外れかけてたんでですね、外れなきゃいいなという感じなんですけど、やっぱり随分、リアの、上下方向ですね、垂直方向の動きが、良くなってきてるなというのは本当、走らせててももちろん分かりますし、この動画を編集しながらでもですね、良くなってるなっていうのを本当、感じたんですけども、ちょっとまあ例の高速セクションのギャップ、ここちょっとスローに、してみましたんで、リアの動きちょっと注目してですね、一番跳ねてるぐらいのやつをこれ選んでます。でちょっと比較のためにですね、前回、58、59話の時ですね、かなり細かくですね、ケツがパン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 やっぱ跳ねてるんですね。っていうことはやっぱり今回のロングストローク化、やる意味があったなっていう感じですかね。もちろん操縦しててそんな感じはするんですけど、で、オイルダンパーのロア側の取り付け位置をですね、さらに一つ前に、立てる方向にですね、変更してます。で上部のリンクは、タイロットのままですね、これでうまくいけば本当小スペースだし、やっぱ軽いっていうのありますからね、うまくいけばこれでいきたいなとは思うんですけど、さすがにちょっとまだ このぐらいの時点ではちょっと劇的には変わらないでしょうけど、大きな違いはちょっと感じれないかなというところですね。動画を編集しながらとかだとなんか少し後ろの跳ね方が柔らかくなったかなみたいな風に思ったりもするんですけど、これもなんていうんですかね、その時その時のあのスピードが、私がちょっと一定させてなかなか走らせられるスキルがまだないもんですから、調子よくスピードが出ちゃったりしてるとですね、そこそこ跳ねちゃったりするんですよね。で、この仕様での、これベストラップですね。15秒968ということで少し速くなってるんですけど、さっき言ったようにちょっと私のこの操作するスキルがですね、一定しないもんですから、本当にこの
今やったですねダンパのロア側を動かしたことが、要因なのかちょっとわからないですけど、で、上部のリンクをですね、オイルダンパーに、戻してみました。さすがにちょっと手で触ってもですね、違うなっていう感じは、伝わってはこないんですけど、これが意外と走らせるとですね伝わってくるものがあるんですね。でまたちょっと上手に、言えないんですけども、なんか柔らかい感じがするんですね。トラクションのかかり方なのか、そのギアのサスペンションとしての動きなのか、ちょっとまあそこまで感じ取る力が私にないっていうのもあるんですけど、確実に何かが柔らかくなったなっていう感じは、本当これ走らせながら感じ取ることができました。ギャップの走破性云々とか、その垂直方向の今回、課題にしてた動きとかいうのは、どうなのかな、良くなってるのかな、変わらないのかな、それぐらいのレベルなんですけど、そんな中で、これベストのラップですね。16秒216ということで、テーブルトップの後半なんかかなり、バタバタしてたんで、まあ、こんなもんでしょうね。先ほどから言うように私の、操作スキルの、問題も、ありますけど、でちょっと、タイヤがですね、やっぱり内側外れちゃったんで、手持ちのですね中で、前回のテストでもちょっと気になってたスクエアスパイクですね、タミヤの、これに交換してみました。これつい最近の、前回ですけど、リアタイヤテストでですねやっぱりこのタイヤで走ったんですけど、その時よりも印象がいいんですね。やっぱりリアのサスペンションが、前回までに対して、仕事をしてくれてるのかなっていう感じは本当してます。ただやっぱり硬くなったっていう感じは少しやっぱりありますね。この、ハイトが低い、台形のタイヤということもあってですね、このテーブルトップの進入なんかも割と、ラインがというか、車速が乗せやすい感じで、今までそんな大して飛んでなかったんですけど、割と調子に乗って飛んでる感じですよね。でベストもですね、15秒542、かなりいいタイムが出てきてるんですね。でさらに最後にですねリアダンパーのオイルを、300番から200番に変更してみました。これはさすがに手で触っても柔らかくなってるっていうのは、私でもわかるぐらいですね。動画上の見た目はそんなに違わないかなと思うんですけど、これ操作してる感じはこっちの方が操作しやすい感じがしました。もうちょっとねあそこのギャップがこううまく追従してくれると、タイトコーナーの進入までのスピードがですねもうちょっとうまく、保っていけるのかなという気はしますけど、それでもですねこの私の操作スキルでも、この仕様で、走ってるとですね割とタイムがこう平均して、そこそこ、
のところでアベレージが、出てる感じなんで、やっぱりなんか操作しやすかったんだろうなっていう、これ編集しながら、改めて思ったんですが、でベストですね、これドライのベストをかなり大幅に、更新しました。あら、ちょっと硬いのにですね、いっちゃったんですね。あら、実はですね、フロントのアッパーアームのシャーシ側の取り付け部分、純正のシャーシを加工して、ピロを取り付けてたんですけど、その付け根、ピロの付け根の部分がですね、折れちゃったんですね。まあちょっと残念ですけど、まあ修理がてらちょっと、フロントをまた、なんかやってみるかなっていう感じで、少し前向きに捉えながらですね、また次回に続けて、いきたいなと思ってますんで、もしこの動画がいいなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。I got